はい、令和3年11月6日、本日は11月の第1土曜日です。よろしくお願いいたします。第1土曜日は、19チャレンジと題しまして、NSB19 プレゼンツの、ビギナーからミドルクラスまでの対象にしたレースを実施しております。だいたい11時スタートの12時半ぐらいには終わるんですかね。12時半までには終わりますわ。で、19チャレンジは、決勝各組の、トップゴールの方にはこちらの NSB19 特製コングラチュレーションズステッカーを進呈していた、進呈しております。で、こちらのステッカーが5枚貯まるとですね、できてきましたよ。19チャレンジマスターステッカーが進呈されます。このステッカーをつけてるとドヤ顔ができるっていう特典がありますね。さあ、では予選レースまもなくスタートいたします。予選第1組、出走ドライバーは坂林選手、山室選手、岡田選手、ニューナヤ選手、ラッキー4台ヒート。これみんなタイム出しやすいですよ。1台減りましたんで。さあ、現在ウォーミングアップランです。エントリー3番、エントリー4番、エントリー。横一列で行っちゃいましょう。はい、では参りたいと思います。スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。19チャレンジプラス WNC、 本日は39回ですか。予選第1ラウンド第1組、3分貸し借りです。スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。あ、クラッシュがあった。4台もったいねー、もったいねー。喜んでるわ、凛太郎が。凛太郎が喜んでる。さあ、トップ抜けてきたのはニューニュー選手、2番手岡田選手、3番手山室選手、4番手坂林選手のレースオーダー。さあ、昨日の金ウレの変則 1,2 コーナーとはちょっと変わりまして、ちょっと難易度下げてあります。なぜ WML はエキスパートファーストではなくビギナーミドルクラスファーストだから。ビギナーミドルクラスの人が気持ちよラジコンできへんかったらもうやめますわ。すぐ言ってくださいね。もうビギナーの人で、あの速い車にドッカンやられてティーバー折れましたって言うた人はもう直接店長に言うてきてください。そいつに説教しますから僕は。何前見てへんねんって、何止まってる車にぶつかってんねんって、そんなんやったらスピード落とせって言いますんで、安心して安心して、もうビギナーの方ね、初めて来てください。もう初めてのサーキット走行の仕方などなどなど、心構えなどレクチャーしますんで、安心してお越しください。ちょっとここ走ってる人らにもちょっとレクチャーした方がいいかもしれないですけど、さあ、トップは岡田、2番手山室、3番手ニューニュー、4番手坂林。レースは残り1分30秒です。3分間周回です。半分が経過いたしました。残り1分30秒。トップ岡田選手が現在ストレートから1コーナーに入っていく。メタリックオレンジにグリーンのラインの入ったマシン、蛍光ホイールがついています。さあ、そして2番手にはおトレノにチェンジした山室選手、電飾が鮮やかですね。 AE トヨタ AE86 トレノ。さあ、レースの方は残り1分です。残り1分。トップ岡田、2番手山室、3番手ニューニュー、4番手坂林。さあ、残りはまもなく45秒です。さあ、トップ岡田選手、このままいけば予想周回15ラップ出ております。2番手山室選手との距離は 2.4 秒。さあ、山室選手の背後にはニューニュー選手が迫ってきた。残り30秒。さあ、レースは残り30秒です。残り30秒。さあ、間もなく残り20秒。トップ岡田、2番手山室、3番手ニューニュー、4番手坂林。さあ、山室ニューニューが近い。 0.3 秒差。ストレートの2台が2番3番。残り10秒。レースの方は残り10秒です。さあ、岡田選手はもう一周入る。さあ、ファイナルラップだ。さ
さあ、2位、3位ももう一度入った、入った。さあ、間もなく3分経過。タイムアップ。さあ、坂林ゴール、惜しくも13ラップでゴール。さあ、レース続行中、レース続行中。ゴール。レース続行中。ゴール、ゴール。はい、前者ゴールです。トップゴールは、岡田選手、15ラップ3分、6秒68。さあ、では続きまして、予選第1ラウンド第2組、ご準備の方お願いいたします。操縦台くじ引きでお決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ください。大丈夫ですか？大丈夫、バッテリー走り切るまで走らんで大丈夫ですか？大丈夫ですか？ウォーミングアップランはお好きなだけ走っていただいて結構ですね。では前列グリッド、山内選手、木村選手、塩坂選手、山内選手、木村選手、塩坂選手、前列グリッドにお付けください。後列グリッドは内山選手、尾崎選手、凛太郎選手。はい、では参りたいと思います。 WML ノービスチャレンジプラス19チャレンジ予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。それは言われる、誰でも言うでしょ。さあ、スタートしました。ペナルティ、ペナルティや、今のは。あんなん待てへんエキスパートなんか見たことない。一周減産やな、一周減産一周減産な、冗談ちゃうからな。あんなもん合わせられへん、なんか。じゃあ、走り切ってから、そんな余計邪魔やんけ。もうこれ、もう一遍やるわ、もう一遍やる、もう一遍やりますわ、もう一遍やります。はい、もうぐっちゃぐちゃになったんで、もう一遍やります。はい、スターティングリード付き直ししてください。分かっといてもらわんとね、どういう風に走らなあかんっていうのは。はい、どうも。はい、では再スタートです。スタート10秒前。うちはビギナーからミドルクラスまでの人ファーストですんで、はい、やり直します。はい、大丈夫ですよ、全然。もうまだ1年生の人にも絶対優しいです。なんぼでもやり直します。ウォーミングアップランもワンパック走っていただいても結構です。はい、ではスタートです。スタート10秒前。もう上手な人が前の遅い車追突するのはありえへん。しまった、監視すんの忘れた。大丈夫やった？大丈夫だ。誰も被害受けてない？ほんまに？大丈夫？ほんまに大丈夫？で、3台殺して今トップの凛太郎。さあ、2番手争い。山内選手が2番手、3番手木村選手、4番手尾崎選手、5番手塩坂選手、6番手内山選手のレースオーダー。さあ、序盤の1分が間もなく経過しようというところ。さあ、トップは凛太郎、まあ当然抜けてる展開。2番手山内選手、3番手木村選手。さあ、激しいトップ争いですね。さあ、これでトップ入れ替わって、トップではないわ、2番手やったわ。トップは逃げてる凛太郎やったわ。さあ、トップ凛太郎、2番手にこれで木村選手が上がってきた。3番手山内選手、4番手尾崎選手、5番手内山選手、6番手塩坂選手が出るそうだ。さあ、トップは凛太郎、2番手木村選手がこれで単独ですね、中央セクションの白い本田一選手。さあ、3番手争いが激しい、山内 VS 尾崎。あっと、痛い転倒。さあ、真っ白にします。落ち着いてね、走ってる人優先でお願いしますね。さあ、レーサー残り1分10秒です。残り1分10秒。
さあ、凛太郎が1台抜け出た展開となりました。2番手は木村選手、さあこちらも木村選手単独、3番手尾崎選手は後方1番目をつけている。レースは残り1分です。残り1分。さあ4番手山内、5番手内山、6番手塩坂のレースオーダー、残り50秒です。さあレースの方は残り間もなく35秒。トップ凛太郎、2番手木村、3番手尾崎、4番手山内、5番手内山、6番手塩坂。おっと、さあ尾崎がちょっとトラブルか、店の荷物で、あのレジのとこ置いた。あ、ごめんなさい、店の荷物があったんです、はい、すんません、それ受け取りしといてもって助かります。残り20秒です、残り20秒。さあ残り15秒です、残り15秒。おっと、さあクラッシュがあったか、2台。さあ間もなく3分経過、さあもう一周、はい、耐えた、もう一周。さあタイムアップ、さあ1台転倒。おっと、凛太郎転倒してたか。尾崎内山、塩坂ゴール、凛太郎ゴール。レース続行中、レース続行中。まだですよ、動かないでください。あと2台いてますんで、まだです、動かないでくださいね、まだですよ。はい、これで全車ゴールです。トップゴールは凛太郎選手、15ラップ3分7秒31で、ではでは予選第1ラウンド第2組終了しまして、インターバル5分間です。ノービスチャレンジは実力に応じた組み分けを本来しておりますので、そちらの方もご参加の方は安心してご参加してください。たまたまちょっと凛太郎はイレギュラーで第2組になってましたが、本来やったら第1組走るでした。なんで、まあ、さっきのあのスタート直後のは厳しめにいたわけです。では5分後予選第2ラウンドです。ではインターバル間もなく終了しますので、ご準備の方お願いいたします。 WML のビスチャレンジプラス1級チャレンジ予選第2ラウンド参りたいと思います。第2ラウンド第1ヒート、出走ドライバーは坂林選手、山室選手、凛太郎選手、岡田選手、宮野選手、以上6台、5台走行です。さあ先ほど予選1回目は、暫定ポール岡田選手が、15ラップ3分6秒マークをしております。で凛太郎が暫定2位の15ラップ3分7秒、予選3位山室選手、予選4位ニューニュー選手、予選5位木村選手までが、上位5台となります。本日は10台エントリーですので、ちょうど半分ずつですね。この、予選暫定5位の木村選手、15ラップをきれいに、記念15ラップが今のところ暫定 A シードという10代のリザルトになっております。5番エントリー、はい、よろしいですか。では前列グリッド、山室選手、岡田選手、山室選手、岡田選手、前列グリッドにおつください。あ、 OK です。はい、では参りたいと思います。1級チャレンジプラス WML ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第1組3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。ちょっとさあ1コーナーちょっとクラッシュ、さあ2台クラッシュ。さあここを抜けてきたのは、さあトップ岡田選手、2番手ニューニュー選手、3番手坂林選手、4番手凛太郎選手、5番手山村選手。さあ1,2,3がそれぞれ1秒ずつぐらいの等間隔、凛太郎4番手 1.5 秒後方、5番手に山村選手は1秒後方。さあこれで凛太郎が3番手に上方、坂林4番手。あっと、見て転倒。さあこれでポジションが入れ替わりがあった。トップ岡田、2番手凛太郎、3番手山室、4番手坂林、5番手ニューニュー、4番手ニューニュー、5番手坂林。今山室君生かしたね、今な、生かしたな。残り2分。さあレースは残り2分です。残り2分。トップ岡田、2番手凛太郎、3番手ニューニュー、4番手山室、5番手坂林。
さあ、トップ岡田源内計測から最終セクションストレートに入っていく。2番手凛太郎が白青のマシン後方 2.2 秒、3番手ニューニュー、4番手山室、5番手坂林。さあ、全体的に中盤流れる展開となった。レースは残り1分35秒、まもなく折り返し地点です。3分間周回レース、さあ半分が経過いたしました。トップ岡田現在後半セクション計測から最終セクションに入っていく。2番手凛太郎が白水色のマシンが 3.7 秒後方。さあ3番手争いだ。さあニューニューアウトクラッシュ。さあこれで3番手に山村が浮上、4番手ニューニュー、5番手に坂林のレース展開。残り時間は間もなく2分経過というところ。さあおっと、さあトップ岡田ミス。さあ2番手凛太郎後方3秒強の距離というところでしょうか。レースは残り1分です。残り1分、トップ岡田、2番手凛太郎、3番手山室、4番手ニューニュー、5番手坂林。さあ山室ニューニューの3番4番が違い、残りは45秒です。残り45秒。さあ注目は山室3番手4番手ニューニュー、鬼ブロックへ。もう峠でこの走る遅いのに何ブロックしてくれてんねんっていう走り。さあ残り間もなく20秒です。もうこの場合はもうニューニューは忍ぶ忍の一文字ですね。もしくは耐える耐え。さあ残り10秒です。まあ一応解説しておきますけど、本来はあの予選っていうのは遅い車、前の車は後ろの車から来たら優先で譲らなきゃいけませんからね。ただ WMN のレースは基本的にはもうそういう野暮なこと言います。はい、電車ゴールです。トップゴールは岡田選手、15ラップ3分1秒02。さあ第2ラウンド第1組終了しまして、続きまして第2組ご準備ください。出走ドライバーは山内選手、内山選手、木村選手、尾崎選手、塩坂選手、以上5台走行です。先ほど の補足なんですが、予選レースは本来オフィシャル公式レースなどでは、前走者がラップマーカーやペースが遅い場合は、本来なら後ろから来たペースの速い車に、ライン道は譲らないといけないというのが公式レースなどではのルールなんですが、 WMN ではもうその判断も走ってるもんに委ねてるわけです。でなぜなら公式レース行った場合でもその 100% そのルールやマナーが採用されるわけではなく、自分が何か分からずに後ろから来た車をひたすらブロックするっていうドライバーもいるわけですね。ルールを理解してない人もレースに出る場合がもちろんありますので、なのでそういうネガティブな状況を対応処理してこそのやっぱりエキスパートとか、もうどんな状況でも対処できないといけないという理念が WML ではあるので、なので逆に前の人が乗いてくださいとかそういうことは一切言わないです。ただ予選というのはタイムアタックですので、自分のタイムを残すためには後ろから来た速い車を生かした方が多分じゃもうええ話してるのにぶち壊しですわ。もうそこも個人の判断に任せるということですので、ただ何よりも楽しいラジコンが一番ですので、もう楽しんでいただくのが一番ということで、細かいことは言わないようにしております。全てが自己判断の、レース判断となりますので、はい、では前列グリッド、内山選手、尾崎選手は前列グリッドにお付きください。で、まあ、ちょっと他の要素ではありますが、 WMN のレースはできるだけ実力が近い者同士で走れるように、組み分けなどもコントロールしております。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それでは参ります。19チャレンジプラス WMN ノービスチャレンジ予選第2ラウンド第2組、3分間周回レーススタートです。スタート10秒前、まあ、とにかく楽しい遊んでっていう話ですわ。スタートしました。さあ2コーナー3コーナー絡み合った。さあトップで抜けてきたのは尾崎選手、2番手山内選手、3番手塩坂選手、4番手内山選手、5番手木村選手。
さあ、トップは現在中央セクション白赤のマシン尾崎選手、その後方ナローツーリンクラッシュ車両で参加の山本選手は2番手、その差が 1.9 秒差。3番手争いはどうだ。さあ3番手、これで木村選手が抜けてきた。白いマシン現在ストレート3番手木村選手、4番手争い赤白のマシンが塩坂選手、5番手内山選手が赤いマシン。さあおっと、さあクラッシュがあった。これで内山選手が4番手に浮上、5番手塩坂選手。さあその間にトップ尾崎選手、白地に赤い模様が入ったマシン現在ストレート。さあ前方にはラップマーカーが見えてきた。2番手山内選手との距離は 2.7 秒と広げているトップ塩坂選手、あ、尾崎選手、失礼、トップ尾崎選手、2番手山内選手 2.7 秒差。さあ3番手木村選手が猛追。さあこれで2番の後方、3番手木村選手、4番手内山選手、5番手塩坂選手。レースは残り折り返し地点の残り1分30秒です。残り1分30秒。さあトップは尾崎選手、現在中央セクションを走っている白地に赤い模様の入ったマシン。さあ2番手争いが、さあコーナー1つ分の差、山内 VS 木村。さあそして4番手内山、5番手塩坂。残り時間は1分10秒です。さあ3分間おっと、さあトップクラッシュ。さあこれで尾崎、おっと、さあ木村、おお、さあいいアウト入れ替えて、さあ残り1分、残り1分。さあおっと、さあこれでトップ入れ替わり、トップ木村当たった。いや、これで再び尾崎トップ。さあ逃げ切れるか。2番手は山内、3番手木村もう完全にロックオンされてましたね。さあ残り35秒です。残り35秒、トップ尾崎このまま逃げ切れるか。さあ中盤の難しい時間帯をなんとかものにした。さあ残りは30秒、残り30秒、トップ尾崎、2番手山内、3番手木村、4番手内山、5番手塩坂。さあ残り時間まもなく15秒です。さあトップ尾崎選手、残り10秒残し、もう1周入るかギリギリのところでしょう。さあ2番手争いだ。お、さあ木村前に出た。山内木村の2番3番、タイムアップ、尾崎選手ゴール。さあ2位争い、まだまだ、まだですよ、レース続行中、レース続行中、まだです、レース中。はい、お疲れ様でした。全車ゴールです。トップゴールは尾崎選手、14ラップ3分1秒19。もう気持ちがさっきハンドル切ってしまってましたね。はい、以上にて予選第2ラウンドも終了しまして、予選工程すべて終了です。決勝組み分け発表まもなくです。少々お待ちください。第2ラウンドもプリントアウト出てます。はい、最後総合結果、決勝組み分け少々お待ちくださいね。はい、ではインターバル1分切りましたのでご準備の方お願いします。決勝第1グループ出走ドライバーは尾崎選手、山内選手、坂林選手、内山選手、塩坂選手、以上5台走行となります。ご準備して操縦台後ろで待機してください。さあ決勝レースが本番ですからね。決勝第1グループトップゴールの方には NSB19 コングラチュレーションズステッカーが本日は進呈です。はい、ではご準備ください。まず操縦台、予選順でお決めいただきますので、尾崎選手から操縦台を選びください。あ、1級コングラチュレーションズステッカーも持ってる人お前の自分推しがすげえわまだ5枚、あ、リーチの人いるのか。4枚の人、全体の中で4枚の人、全体の全体の全体、今全体、全体、岡田さんと凛太郎、岡田さんさん、岡田さん4枚って岡田ストーカーのニューニューが言うてんやから間違いないでしょあれでもどっかに貼っちゃってるの分からへんなって前ね。いや僕も分かるよ。ほんなんそれ向こうやもん
はい、ではスターティンググリッドを打ってください。1番、ごめんなさい、3番グリッドからかな。はい、3番グリッド尾崎選手、4番グリッド山内選手、5番グリッド坂林選手、6番グリッド内山選手、7番グリッド塩坂選手、スターティンググリッドにお付けください。トップゴールの方には NSB19 コングラチュレーションズステッカー進呈です。はい、では参りたいと思います。ダブルMLノービスチャレンジプラス1級チャレンジ決勝第1グループ4分間周回です。スタートです。スタート10秒前、タイミングが終わって、それに2コーナー今からもう勝負分かりますかましていたのしっかりちょっとプレッシャーを与えたさあスタートしました。あー、クラッシュやった。すいません、さあ、オープニングラップトップで帰ってきたのは尾崎選手、2番手高林選手、3番手内山選手、4番手山内選手、5番手塩坂選手。さあ、トップ尾崎選手、後方2番手高林選手との距離は 2.6 秒差、3番手内山選手は前高林選手の距離 1.1 秒差。いや、ミスがあったか。さあ、これで内山山内バトル、あと、いや、しかしちょっとここが離れたか。そして5番手には塩坂選手、おっとクラッシュ。さあ、レースは序盤の1分が経過いたします。トップ尾崎、さあ2番手坂林、じりじりと距離詰まってきているか、 1.3 秒差。さあ、レースは残り3分です。1分経過、残り3分、現在ストレートから1コーナーに入っていく白赤のマシンがトップ尾崎選手、その後方グレーに黄色いラインの入った緑色のホイールを装着しているホンダ NSX 坂林選手、その差が 1.6 秒差。3番手争いはどうなった。内山3番手赤いマシン、その後ろ白青のマシンが山内選手、5番手に赤白が塩坂選手。残り2分30秒です。残り2分30秒、トップ尾崎、2番手高林、依然 1.8 秒差。さあ、3番手は内山選手、前との距離は6秒、その後ろ山内選手は 2.4 秒後方4番手、塩坂選手がその後方5番手。さあ、残り時間は間もなく2分、折り返し地点となります。4分間周回です。お、さあ内山山内が、さあテルズノーザー、さあここに難しいところ、やはり大月巻き込まれたか。さあ、これで坂林2番手が迫ってきている。さあ、トップ尾崎、難しい時間帯、レースは残り1分45秒。さあ、2番手坂林はチャンスか。いやー、尾崎避けられない。さあ、坂林来た。さあ、これで尾崎坂林テルトゥノーズ、もうあるある展開ですね。これをどうにかしてこそのトップゴール。さあ、前にはラッパーか。いやー、さあ、さばけない。さあ、これでトップに立ったのは坂林、2番手尾崎。さあ、今度は坂林がこじ開けていかなければいけない。さあ、残り時間1分10秒です。4分間周回レース、まもなく3分が経過しようというところ。さあ、トップ坂林、グレーのホンダ NSX。 さあ、レースは残り1分です。おお、尾崎、マクラーレン 12C。お、さあ抜けた。さあ、トップ、そして2番手抜けた。さあ、このラップマーカーの処理というのも非常にレースでは重要なファクターです。さあ、1位にアウト。さあ、これでトップ入れ替わり、再びトップに立った尾崎、逃げ切れるか。後方坂林がプレッシャーをかける 0.6 秒差。3番手争いは内山3番手、4番手山内、ここが 5.2 秒差。塩坂選手が5番手3秒後方。さあ、レース残りは20秒です。残り20秒。さあ、ラスト1周、2周というところ。さあ、トップ尾崎、2番手坂林。さあ、この周回は距離が広かったか。2.2 秒差。さあ、残り10秒。おそらくファイナルラップとなるでしょう。トップ尾崎、2番手坂林。さあ、3番手内山、4番手山内も近いぞ。ファイナルラップだ。1秒差だ。さあ、ここで4分経過。さあ、尾崎選手トップゴール、塩坂選手ゴール、坂林選手ゴール、レース続行中、レース続行中。さあ、あっと、さあ入れ替わりやった、ゴールゴール。さあ、お疲
れ様でした。決勝第1グループ、トップゴールは尾崎選手、2位坂林選手、3位山内選手でした。お疲れ様でした。最後計測前で逆転劇がありましたね。ナイスレースでした。熱いレースありがとうございました。さあ、それでは続きましてご準備の方お願いいたします。決勝第2グループ、出走ドライバーは岡田選手、凛太郎選手、山室選手、ニューニュー選手、木村選手、以上5台ご準備して操縦台の後ろで待機です。はい、よろしいですか。ではコールポジション、岡田選手3番グリッドお付きください。4番グリッド凛太郎選手、5番グリッド山室選手、6番グリッドニューニュー選手、7番グリッド木村選手、スターティンググリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。あ、それでは本日最終レース、泣いても笑ってもこれで決定です。では参ります。1級チャレンジプラス WMN ノービスチャレンジ決勝第2グループ、4分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。さあ、オープニングアップ、クラッシュ型。おっと、さあ、トップの入れ替わり。さあ、これでトップ、凛太郎、2番手、ニューニュー、3番手、岡田、4番手、木村、5番手、山室。さあ、2番手入れ替わりか。トップ、凛太郎、ここは逃がせないぞ。2番手、岡田、3番手、ニューニュー、4番手、木村、5番手、山室。さあ、トップ凛太郎、このコングラチュレーションズステッカーに並々ならぬ熱意を見せております。2番手岡田選手、後方詰めてきたか。その差 0.9 秒差。ニューニュー3番手 1.8 秒後方、4番手山室、5番手木村。さあ、4番手山室選手は AE86、 しかも電飾装着しておりますが、あっと転倒。転倒の危険性はあるが、堂々4位走行だ。さあ、その後ろには木村選手、ホンダ HSV が迫っている。 GT500 車両で負けるわけにはいけない。 N1 車両になんか負けてられない。さあ、トップ争いはどうなった。さあ、トップ凛太郎、2番手岡田、現在ストレート2台前を走る白水色のマシンがトップ凛太郎選手、後方メタリックオレンジの岡田選手が2番手、 0.5 秒だ。いや、ミスがあったか。さあ、この周で1秒差。さあ、3番手争いは山室が3番手に上がってきている。4番手ニューニュー、5番手木村。さあ、レースは残り2分15秒です。残り2分15秒。おっと、サイドカリー。さあ、これでニューニューが再び3番手、4番手山室、5番手木村。レース残り時間は間もなく折り返し地点の2分となります。4分間周回レース半分が経過いたします。残り2分。さあ、レースは残り2分。残り2分。さあ、半分が経過いたしまして、トップ凛太郎、2番手岡田、 1.5 秒差。さあ、3番手争いが熾烈だ。ニューニュー山室木村、おっと、さあ、そこはスペースなかったか。さあ、ニューニュー3番手、現在ストレートから1コーナーに入っていく。その後方4番手山室、5番手木村。さあ、 N1 車両のトレノ VS スーパー GT、 GT500 車両の木村選手、あっとミスがあった。さあ、これで各車それぞれ距離が空いたか。いや、ニューニュー山室がまだまだ近いぞ。 0.9 秒差。さあ、この周で1秒差だ。さあ、その間にトップ凛太郎が逃げる。2番手岡田選手が後方 2.5 秒。3番手ニューニュー、4番手山室、5番手木村。レース残り時間は間もなく1分となります。さあ、現在トップリンタロが計測ラインから最終セクション、最終コーナーまでストレート1コーナーに入っていく。白水色のマシン、その後方2番手岡田選手がオレンジメタリックにグリーンのラインの入ったマシン、蛍光イエローのホイールを装着している。後方1位2位が 2.5 秒差だ。3番手ニューニュー、4番手山室、ここが1秒差。5番手には木村選手。レース残り時間は40秒です。残り40秒。さあ、リンタロ逃げ切るか。2番手岡田選手の距離 2.2 秒差。残り30秒。さあ、残りは30秒。
残り、あっと、さあ、転倒は岡田選手だ。さあ、この痛恨の転倒、残り15秒。まもなく10秒。さあ、これで凛太郎は何もなければトップゴールでしょう。残り3、2、1のここでタイムアップ、追加でゴール。さあ凛太郎はウイニングラップだ。さあ岡田選手ゴール、木村選手ゴール、ニューニューゴール、山室、はい、凛太郎電車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは凛太郎選手、2位岡田選手、3位ニューニュー選手でした。さあコングラチュレーションズ、ステッカーゲットは凛太郎選手でした。はい、お疲れ様です。以上にて本日1級チャレンジプラスダブルメンノービスチャレンジ終了です。はい、凛太郎と、第1レース、決勝第1レース、トップゴール尾崎選手ね。はい、では、尾崎選手と凛太郎選手、コングラチュレーションズ、ステッカーゲットです。で、では2位以下の方、各決勝レースで、はい、尾崎さんどうぞ。はい、おめでとうございます。はい、凛太郎君もどうぞ。これ1級チャレンジマスターステッカーは渡してええんかな。今日はね、1級 NSB19 代表かっちゃんが釣りに行ってるんで、ようわかんないですわ。まあ、渡していいんでしょう、預かってるんですから。確かに、うん、ね、確かに、ね、預かってるんですから、預かってるんですから渡していいんやと思う。ただあの、このコングラチュレーションステッカー5枚が確実にあるっていう証拠がないと渡せませんので、確実な証拠がないと